さあやっていきましょう。模式をね、やらないと。9月中に9月号を上げるつもりが、もうすっかり9月はパスして、10月に上げちゃってますね。よくない。うん、1ヶ月。いや、2ヶ月ぶりになっちゃうね。1ヶ月ぶりが、2ヶ月ぶりになっちゃいました。1ヶ月ごと更新。1ヶ月に1本動画を上げるっていうのを、ね、テーマとしてやってきてるのにね、ここに来て、ここに来て間に合わず。9月の最終日に間に合わず。9月分を10月に上げることになっちゃう。これはもう、やりたくなかったことだね。はぁ。やることは変わらないけどさ。この野球つく世界、やることは特に変わらないけどさ。勝つだけよ。ただただ勝つだけ。今日はね、まあ、話すテーマとしてはじゃないですけども、雑談じゃないですけども、言うべきことがあるね。まあ、前回、まあ、8月分はですね、まあ、中田翔さんの移籍に関してちょっと、くっちゃべりましたけどもね。まあ、結果としては、まあ、ハムとしては、中田翔を追い出せてよかったのかな。追い出すということはちょっとまあ、あれですけどね。角が立つ言い方ですけどもね。まあ、中田翔、まあ、出たけど、まあ、よかったかなと。巨人にダメージを与えつつも、ハムはまあまあまあ、みたいなね。高額年俸選手を、戦力にならない高額年俸選手を削ることができたという点において、まあ、ハムとしては良かったのかな、みたいな、ありますけど、まあまあ、その話はとりあえず、まあ、置いとこう。翔さんの話はとりあえず置いとこう。もう、彼はハムとは関係のない選手なんでね。冷酷すぎる。おハム冷酷すぎる。まあまあまあ、それは置いといてだ。それ置いといて、今語りたいことはもう、今日発表された斎藤佑樹の引退ですね。これはもう、まあ、日ハムファンとしては非常に、こう、大きいニュースですね。でもね、斎藤佑樹に関してね、多分ハムファンは、なんかお疲れ様でしたっていう感じが強いと思うのよ。まあ、俺はその、ハムコミュニティに属してるわけではないし、すべての意見をさらったわけではないんだけど、一ハムファンの感情として、斎藤佑樹に関しては、まあ、なんかな、世間で言われるほど、ではない、よく頑張ったなっていう感じの印象をすごい持ってる。なんだったかな、東日本大震災で、日本がめちゃくちゃだった時に、あれはオープン戦だったか、開幕の試合だったかわからないけど、最初に野球の試合で、斎藤佑樹投げて、ボロボロに打たれて、みたいなのがあったんですよね。なんか、あれも、なんか、良かったなっていうか、なんだろう。まあ、ある意味、かわいそうなんだけど、ハムとしても、斎藤佑樹としてもかわいそうだったんだけど、なんかこう、ちょっと笑いじゃないけど、元気というか、勇気というかね、斎藤、ハンカチアンチみたいな。ハンカチアンチは斎藤佑樹を打たれて嬉しいし、みたいなね。まあ、ハムファンとしてはまあ、斎藤佑樹は見れて嬉しいし、みたいなね。元気な斎藤佑樹は見れて嬉しいし、みたいなね。そういうところもあって、なんかこう、エポックメイキング的な選手でしたよね。斎藤佑樹という選手はね。決してね、決して活躍はできなかった。プロに入ってから。だけど、まあなんか印象はね、ずっとこの11年間、頑張り続けてきたんだろうなっていう、まあちょっとビッグマウス的なところや、誤解をされるような、なんか週刊誌ではあった、なんか下品なこう、なんか下品な温度みたいなのを言ったみたいな、ね、週刊誌で賑わしたりもしましたりし、あれもなんか、ね、なんたら温度みたいなやつ。それもなんか、今日何時で見てたら、誤解だったっていうのも知っちゃったしね。いろいろとこう、話題にこと書かない選手、ビッグマウスで来年はここをこうしたら良くなるとか、みたいなことも言ってたりさ、そういうのが結局できなかったりして、ざまあみたいな風に、まあ、斎藤佑樹アンチは言うんだろうけど、まあそういうこともあってだね。まあ本人はめちゃくちゃ悔しいと思うんだけど、まあその、話題
人気とはちょっと違うのかもしれないけど、プロ野球っていうものは注目を引けば良いものなので、最終的にはね。だからその、俯瞰してみたときに、強い弱いじゃないんですよ、この世界は。この12球団で回す円環は、強い弱いじゃないんですよ。いい選手とか弱い、悪い選手とか、じゃないんですよね。この12球団で回してるこの円環は。その中において、斉藤佑樹は十分にプロ野球選手としての仕事を果たした、怪我とずっと戦い続ける、でかいことを言う、なかなかそれが達成できない、時々出てくる、まあ、活躍できなかったりする、まあ、ね。決して円満な野球人生ではなかったんだけど、プロ野球というものを俯瞰してみたときには、十分その、なんだろうな、働きを全うしたんじゃないかな、というふうな思いもあります。パンダとしてね。それはね、みんながみんな大谷みたいになれるわけじゃないんよ、プロ野球ってのは。その中でこう、まあ、ある程度でも、実力、そう、であっても、まあ、例えば、怪我に泣かされたと言いながら、怪我と戦い続けるみたいな姿も、またそれも一つドラマであるしね。そうなの。喋ってるうちに優勝しちゃうっていうこのダラダラ感。優勝決定の試合も見れん。今日はもう斉藤佑樹について語ろう。今年優勝するのはもう見えてた。だいぶ余裕の中でな。ほとんど負けんもんな、この日ハム。模式をもこんだけ続けてくるともう負けない。あ、まあこうやってね、上昇球団作るのがさ、盛り上がりとしていいのかどうかってのは思うよね。やっぱこう強くなったり弱くなったり、いい時があったり悪い時があったりするのをさ、でも波を繰り返して、それでファン盛り上がっていくっていうかね、見る方も楽しいっていうところあるからね。あ、まあ斉藤佑樹はね、まあ悪い時ばかりだったけど、それでもあのメディア対応は良かったし、まあまあ、日ハムファンとしてはね、もっと活躍してほしいって思いは強かったよ。強かったけど、なんなら田中マーと投げ合いしてさ、まあ勝っても欲しかったよ。活躍しねえだろうなと思ってた。だって、大学時代怪我してさ、ドライチかと思ったけど、まあ大事にね、大事に、てかまあ日ハムで花咲かせられなかったのはちょっと残念かなと思う。それがすごく残念だなと思うけど、日ハムファンとして斉藤佑樹に対して恨みは何もない。要はよくやってくれたなって思う。ハムで11年間もね。これからもまあプロ野球に携わっていってくれるとは思うけども、まあ、いいね。いいプロ野球界にしていってほしい。最近、上原浩二のチャンネルで、森本ひちょりが出てるのを、YouTube のなんか動画で見て、その頃の日ハムって、まあ、それこそ、森本ひちょりは、ピッコロの格好をしたりして、まあもちろん新庄が、まあその、一番やりにいた、プロ野球を盛り上げようっていう、日ハムを盛り上げようっていう、その、まあ、ね、先頭打者みたいなところにいたんだけどさ、その中で森本ひちょりとかもまあ、なんか結構尖った格好ね、ピッコロの格好、オールスターとかで、ね、全身緑色にしてね、ピッコロの触覚生やしてね、ピッコロの格好でね、出たりしてね、まあそういう風な感じで、まあ、賛否両論なことをしてたりしながらね、プロ野球のために、ファンのためにってやってた。あの頃のプロ野球、あの頃の日ハムは面白かったなって今にして思えば思うもんね。それがさ、その、上原浩二のチャンネルでさ、今の子たちはできないだろうみたいなこと言うわけさ。今の子たちはできないってなんだろうなって思わない？俺の一番好きだった頃の日ハムのあのプロ野球のあの感じ、今はできないって何なんだろうなって思うもんね。やってほしいよ、ゴレンジャーみたいな格好したりさ、札幌ドームの上の方からこう登場したりだとかさ、
ああいうのっても今できないって何なんだろうなって思わない、思うの。そういうふうな、こう、そういうふうな、なんかこう、面白みのあるプロ野球界をね、やっぱ、作っていってほしいなって思うから、斎藤佑樹はどちらかというと、硬い側の人間だと思うけど、お硬い側の人間だと思うけど、破天荒な側じゃないと思うけど、うん、なんか、まあ、球団の、まあ、腐ってもね、早稲田卒なんでね、腐っても人脈とかあったりするだろうけどね、そういうのにとらわれずに、なんか、ファン第一で、ファンの見たいものを作るような、まあ、日ハムであり、プロ野球でありっていうものを、まあ、なんだろうな、プロ野球選手として、成績一つで褒められたことではない、褒められた選手じゃなかったけども、十分彼はね、プロ野球に貢献してくれたと思うんだよ。話題という点において、話題が全てだから、プロ野球は。人気、話題、これが一番。新聞の紙面を飾る、ニュースの、一面を、ニュースの数秒飾る。それがプロ野球にとってやっぱり、まあ結構、まあ、すべてとは言わないまでも大事なポイントだと思うので。うん。その点において、斎藤佑樹は十分、賑わしてくれた。話題を提供してくれた。お茶の間を沸かしてくれた。そう考えるとね、まあ、もっと一軍で見たかったけどね。それでもまあ、もっと一軍で見たかったっていうのは贅沢な話だからね。でも実力もあるからね。一軍で投げるためにね。まあでも、よくやってくれたよ。ああ、よくやってくれた。だからまあその実力、至上主義のプロ野球界を、もうまあ大事だけど、実力ももちろん大事だけど、それと並行して、まあやっぱ面白いプロ野球界をね、作るね。これからの一人としてね、頑張ってほしいなって思いますね。うん。なまじ頭は悪くない。うん。受け答えとか聞いてたら、なまじ頭は悪くねえなって思うもん。さあ、帰ってました。全然今回、川島照夫って誰だっけ？そんな人いたっけ？スカウトが帰ってきちゃいましたね。川島照夫って誰だ？一応新人の探索に出しとくか。どこがうちのチームの弱点なんだろう。キャッチャーかな。まあ、キャッチャーかな。唯一上げるならキャッチャーかな。キャッチャー、まあ、右打ちのキャッチャーしか俺は認めない派だから。俺は右打ちのキャッチャーしか認めない派。で、キャッチャーは、打率よりもホームラン派。足は速くなくていい。キャッチャーは右打ちで、低打率でホームランが時々出てくるぐらいなのが一番いい。そして、無事これ名馬って思うんだね。これか、川島照夫。川島照夫についてなんかめちゃくちゃノーマークなんだけど、なんでだろう。セカンドだからかな。うちは、誰を今年指名するつもりなので？任せよう。ベイスターズはね、1指名がこの、川村を取るつもりだったのかな。オリックス取られるわな、これ。で、まあ、高木豊をベイスターズ指名するから、川島あたりは残ってんじゃないの？いるかって言われたらいらんけど。いらんけど。今日なんか低級の作者のルーツ。まあ、ゲーム実況者としてすごく俺は、尊敬してる。ルーツ氏が、パープルのペナント回してたね。日ハム優勝させるんだっつって。それ見てた。配信見てた。ルーツはね、まあ、ルーツ先生とか、ルーツさんって言った方がいいのかもしれないけど、ルーツ、まあ、俺が見てた頃からルーツだからルーツでいいでしょう。ルーツはね、当時から日ハムファン匂わせてたけどね、北海道出身だから。彼も、まあ、熱心な日ハムファンだから、今日の斎藤佑樹の頃とかも言ってましたけどね。やっぱハムファンの感情としてはお疲れ様なんだろうなっていうのは、それはルーツの配信見てても思った。
今更ね、なんだろう、中田翔に対する扱いと、中田翔も数年来ずっと日ハムに関わって活躍してきた選手じゃん。まあ、あんな感じ出ていったかもんだからさ。おお、安田武だ。安田武かな。中田翔との扱いが全然違うよね。ハムファンの感情、気持ちとして。砂かけて出ていったような感じのね、中田翔とね。まあ、全然活躍できなかったけど、ちゃんと日ハムで一筋、引退した中田と、中田やない、斎藤佑樹と比べるとね、いや、なんか不思議なんだよ。すごく不思議なんだよ。中田翔の貢献度と、斎藤佑樹の貢献度なんて日ハムで考えたらさ、全然翔さんの方が大きいんだけどさ、なんかたとえ翔さんが今年引退したとしても惜しむ声はなんか日ハムファンから聞かれそうにないもんね。惜しむというかなんかお疲れ様の声もかけられんもんね、中田翔に関してはね。そりゃなんか別に中田翔が人徳がないとも思わないよ、別にね。後輩思いだったりなんか球団のことのために尽くしてくれたり部分もあったと思うんだけど、やっぱ出てっちゃうとね、球団出てっちゃうとなんかもういいかなってなるもんね。例えば陽大館とかもうほら巨人にいるけど、例えば巨人で陽大館が引退したとしてさ、なんかお疲れ様の感情そこまで湧かないよな。なんか結局やっぱり斎藤佑樹でもういいよ、いい悪くない別にねってなるもんね。悪くない、全然なんか批判するつもりもない。斎藤佑樹が日ハムで追われてよかったよみたいな感じだもんな。まあ、ルーツも、スーパー斎藤佑樹作ってましたけどね。ルーツ氏もね。なんか、日ハムファンってのは、ちょっとそういうところをちょっとなんだろう、冷酷かなっても思う。選手に対してよりも、球団への愛着が結構強いから。で、そして日ハム球団ってのはめちゃくちゃ冷酷な球団だから、使えない選手になるとポイポイ捨ててくし、大事にしないんだけど、しかもな、チーム弱いまんまだしさ。なんだけど、日ハムファンなんですね。多分みんなあの頃の日ハムも好きだと思うよ。新庄が盛り上げて、ね、北海道で花咲かせた。ああいった、もう弱くてもいい選手たちがはつらつと、そんな日ハムをまた見たい。斎藤佑樹の引退はね、また日ハムにとっては大きな転換点になるんじゃないかな。斎藤佑樹が引退し、中田翔が抜けた日ハムってのは、まあまあ転換点になるんじゃないかなと思いますね。今年のドラフト、まあなんとも言えないけどね、どうなるのかわかんないけどね。まあドラフト云々ではなく、まあちょっと体制の入れ替えだね。栗山もちょっとね、変えてね。それでまあ、ちょっと、どうしよう。岩本見たいか？今日はちょっと別の選手みたいな。いや、ガンちゃんみたい。いや、ガンちゃんを見よう。24勝8敗。こう見るとね、うちのチームあれっすね。めちゃくちゃ打っとるな。上、上位打線。上位打線の輝きっぷりはすごいな。ここが。なんとか清宮100打点欲しいね。おパントの打点すご。148打点。この135試合制の時代に148打点。見てみましょう。やっぱりガンちゃん見たいよね。見たいよね。見たくないよね。あー、喋っちゃった。動画は、まあ、短くね。短くパンパンとまとめてね、さっと出すのが一番良いのは、重々承知なんだけどね。久しぶりにオリックス戦。十分承知なんだけども、喋りたい。喋りたくなっちゃう。野球の話したくなっちゃう。月に一回野球の話がしたくなっちゃう。でもね、まあ、日ハムのチャンネルというか、ギャオラとかに契約してるわけじゃないんでね。普段はリビングで、阪神戦なり巨人戦なりを見てるからね。日ハムファンかって言われると、まあ、ちょっとにわか感が最近出てるけどね。にわか衆のする、
んちゃんファンですけどね。なんだろう、でもね、亡霊になっちゃいけないなと思うんだよ。亡霊というか残党というかさ、あの頃の日ハムが良かったみたいなのはやめた方がいいなと思う。今の日ハム体制を批判して、あの頃の日ハムがみたいになるのは一番良くない。うん。やっぱ、ね、それは一番良くない。近鉄残党みたいなのが一番悪い。なんか今のハムも別に嫌いじゃないよ。もうちょっと、まあちょっと弱いからね。なんともだけどね。しょうがない部分もあるよ。だって、プロ野球。ずっと勝ち続けるのは厳しいし、パリーグはとにかく、ソフトバンクが強すぎるからな。あんだけ金かけて3軍とかにも金かけてやってたら、そりゃ強いわってな。まあ、それはまあ、それはもうなんだろう。恨み事みたいなのも、あってもおかしくないよ。ナイスバント。ナイスバントだろ、今のは。ナインスペル田中、これがバント構成ってやつ。これは多分ね、点入るよ。新庄だからね。対左の新庄だからね。すっげえ成績だな。最近ちょっとね、スマホでパワープロのアプリやってるんだけどね、鬼滅の刃コラボに合わせて、その映像とか見るとさ、負けてねえよな、このドリキャスの野球だけつく比べてどうすんだって思うけどね。全然こっちの動いてるし見えるし遊べるしみたいなね。もう野球のゲームはもう2020年代でも2000年代でも完成してたんだなってね。ってね。さあ、清宮の打席ちょっと見ておきましょう。清宮の打席も見ておく。なんなら、パワープロ ?PS かなんかの多分パワープロ、PS4 かなんかのパワープロもさ、表情で言うとさ、なんだろう、全然いいよな、野球つくの方が。俺の作った清宮なんて清宮にしか見えんもんな。うわーい、どうですか、この、クリーンヒット。打球をよな。バキッシュみたいなね。ディキッシュみたいな。この打球音の、良さ。最高の野球ゲームはやっぱ未だに、焼きつくですわな。これに関しては解雇主義で行きさせてほしい。焼きつく焼きはそう。これが最高の野球ゲーム。もうパワープロのペナント回すとかね。ジギよジギ。見よこの長々とやってる焼きつくシリーズ。もう何年やってんだよって。何年回してんだろうなって思うもんな。アップデートもされねえ焼きつくを。ゆっくりじっくりまったりとね。こんだけじっくりじっくりやれるゲームなんてね、なかなかないよ。焼きつくだけだよ。永遠に遊べるわ。マジで永遠に遊べるから困るよな。焼きつくわ。俺が焼きつく、もし清、もしも清宮が入って今3年目かな、4年目かな。うん、ですよ。3年目か4年目かの世界をね、2000年にタイムスリップしてやってる。2000年に異世界転生した清宮が無双してない世界線ですね。プロ野球界で無双してない世界線。ガンチャソがすげえ打たれた今。一郎だけ抑えた。
さすがに変えるか、5回で。伊藤智人だ。鬼スライダーの。ここで変えるかな、野口。さすがに変えるかな。盗塁数だと、あれ？石本か。石本かな。見てくれ、石本の足を。余裕ですね。でも3投するほどの余裕はなかったな。まあ、この日高は、今オリックスのこのキャッチャーやってる日高は、相当肩強いんでね、焼きつくのな中では。数年経ってもう全盛期迎えてるから、ちょっともう、石本の足でもってしても3投は多分厳しいだろうなというところですね。2投はできる。危なかったね。ちょっと危なかったね。さあ、打席には新庄。先ほどはね、三振を喫してしまいましたけど、ピッチャー金田の前にね。この伊藤智人に対してはさあどうでしょうかというところです。カーボール。ふぅ。さあ出てくるのは、日ハムの誇る驚異の2番打者。スラッガー。小笠原道博ですね。残念ながら外野、センターフライ、タッチアップからの犠牲フライ。1点があります。つぼいが今日は活躍してないな。ここら辺りで1本欲しいね。つぼいにもね。打てんときは打てんもんだな。動画ってさ、動画って何も喋ってない空白の間がないよね。まあ配信とかだと割とその辺はあるけどさ、配信とかだとまあ何もない間はね、生放送とかならあるけど、動画はまあその何もない見てる時間とかってのはまあ基本的にカット、編集でカットカットするもんだからさ本来ないんだけどさ、それも含めての時間ってあるやんみたいなないけど、それはカットせえとは思うけどさ、おかしいだろ、石本キャッチャーでなんかやれとるやんけ。違う、今俺石本出塁したと思ったんだけど、アウトになっとるやん。いや、まだか。キャッチャー変えようと思って待ってるのに。石本キャッチャーのままって。どんな采配よ。相川。で、ピッチャーも変えよう。中継ぎへ、立山。立山が打たれるのマジで意味わからんからな。立山は打たせんよ。意味わからんからな。立山が打たれるのは。この性能の立山が。なんで打たれるんだ、俺が見てるときいつも打たれてるぜ、こいつ。わからん。なんで立山が打たれるんかがわからん。いつも打たれてるぞ。塩崎に打たれるピッチャーじゃねえ、立山は。おかしいな。おかしいな。なんで立山打たれるんだ。これ見てくれよ。この変化球量、この変化量の変化球持ってして。いや、投げ切ってもらおう。この落差の進化よ。この落差の進化。この落差の進化。
シンカー3連投。相川もおかしいよ。シンカー4連投。シンカー以外の球種を投げる勇気はないのか。カーブ投げてきましたね。ベシッとストレートいけ。ああ、それでいい。それでいい、それでいい。それでいい。田中進む。もうこれもオリジナル選手ですね。架空選手ですね。すげえ打ってねえな。この円形ではちょっとわからないな。何投げてるかわからん。変化球の軌道もちょっとわからんもん。さあ、9回の攻撃ですね。1番、村越博久。おお、トルネード投法じゃねえか。左のトルネード。ほう。村越。左のトルネード。はあ。まあ、チャンスではある。うわっ、頼むぞ、ガッツ。うわっ、セカンドフライ。ここまで打ってないつぼいか。意外と村越やりよるな。どんな性どんなこのパラメーターなのかわからないけど、抑えたな、うちの 1,2 番を。球界最高とも言えるうちの 1,2 番。おお、伸びていく。ダメだ、センター。おおっと、谷。これは絶好のシーンがやってまい、岩下が抑えか。本来なら代打出したよな。右の強打者に代打出したよな。右というか、フロストあたり出したいよね。でも、清宮をそのまま送り出します。だってこのシリーズはもう四季用だから。最悪じゃ。全清宮ファンが泣いたわ。今のサードフライは。盛り上がると思ったのに、この場面さ。せめて1、2球粘ってほしかったな。あっさりフライを、初球でサードフライ。初球でサードフライ。変わったピッチャーの初球を、まあ、ピッチャー変わった変わり花ってのは、まあ、ある意味、まあ、初球から行くべきっていうことでもあるのかもしれんけどもだな。その結果がサードフライではな。な。よし、ここまでにしよう。ここまでにしよう、9月分。あ、そっか。9月最終週までやっちゃったか、これ、もしかして。だから10月に入っちゃうわ。まあ、いっか。まあ、いっか。10月頭から、入ってますからね。今日はもう10月頭なんでね。今日はもう10月1日なんでね。なんならこの動画上がるの、10月2日になってるかもしれんからね。まあ、10月の頭にこの動画上がるのは、まあ。まあ、ある意味ちょうどぴったしといえばちょうどぴったしなのかもしれんと言い訳させてもらいましょう。グッズが。ウェーイ、のれん。まあのれん一つって、のれん一つ作るのにもう、このあたりからはもうね、救急箱。
このあたりからはもう、金の投資額が全然初期とは断じたからね。うぅ最近周りの人間に野球やってて楽しくないの?と聞かれます。そう言われてみれば確かに心のところ、プレイに身が入っていないようです。私はどうすればいいですかね?桜井。気晴らしに練習休んで遊びに行っちゃうとだよ。石本。今度選手みんなでカラオケに行こうと思うんですが、最近会場がマンネリ化していて、いまいちストレス発散になりません。社長、どこかいい場所にご存知じゃありませんか?まあ、実はいつもの店の方が落ち着いていいと思うよ。ストレス発散するばかりがね、あれってもんじゃないってね。シビス、引き分け。実はこの前の試合の後、相手チームの監督から、今のチームでは、君はダメになる。うちのチームで直してみないかと誘われて、おっとこれは中田翔みたいな、ことですよね。引き抜きが。ダメになるなんてなるものさ、ものか。今のままで大丈夫さ。適当に。まあまあまあ。スタッフ交代、栗山いねえかな。いつでも探しているよ。どこかに。栗山の影を。いないですね。いやー、星野仙一がいるな。柴田勲。まあまあまあ、この中だとまあ、星野はいいけどな。尾崎幸雄もいいな。まあでも、このスタッフを考えると。あ、でも、土井とかね、柴田に変えたらいいんじゃねえかって思うけどな。足が、うちの選手の足が速くなる。コーチのあれでね。やること。ここは、セーブして割るにしてもね、やることがあるんですよ。グッズの開発。これだけはやっておかなければ。7000の5。7000の5。5000の6。2000万ケチる意味あるかな ?5000 の5。5000の4。あ。5000の4だな。これならまあ2月ぐらいに間に合うんで。そんなにかけんでよかったかな?もしかして。もうちょっと見た方がよかったな。アイテムの方がね、もうほとんど作り終わりかけてるので、これが5000の4とかでいけないんじゃないか?いけないね。5000の6、ダメ。7000の6、7000の6はちょっとな、まだありそうな気がする。7000の4、ダメ。7000の5か。7000の5。いや、もうかける金が、たかだか効果のあるのか分かんないのか分かんねえようなグッズ開発に億単位の金を突っ込んでるな。球場もでかくした方がいいのかな。グッズもね、こうやってラインナップを変えていかないと。あと何かしておくことがあるかな。サイドビジネス建てるのはまだちょっとお金が足りん気がするけど、施設でスタジアムの増築をしたいよね。2ヶ月後ぐらいだったような気がするから、まあまあまあ12億やっちゃおう。完成するまで1ヶ月やめとこう。これは来年の2月ぐらいにやろう。そんな大きくしても客が入んないんじゃ意味がねえからな。よし。終わりの頃にちょっとぐだっちゃいましたけど、ここまでにします。模式を。もっとプロ野球チームを作ろう。通称、模擬つくのね、模式をのね、8月号でした。今回は斉藤佑樹の話を中心に、日ハムの
今の話を話しましたけど、まあ次回あたりはね、日本シリーズの話とかもできれば、まだかな、日本シリーズ終わってないかな、の話とかもできればいいんじゃないでしょうか。このペナントは特にね、日ハム自体は盛り上げることできなかったですけどね、まあ、野球界がね全体で盛り上がればいいと思うんでね、ダメな年もありますね。はい、ってな感じ。ほんでまた。